はい、はい、乱定の序ですね。今日はちょっと乱定の序を書く前に、ちょっとね、言っておきたいことは逆筆っていうことですね。今日のは特にね、こう逆筆のような線をね、いっぱい使ってますから、そういうところね、ちょんちょんちょんときたら、ここでグッとこう引っ掛けるんですね。逆から筆が入っていく、こういうようなところ、次の字もこうきたらグッとこう引っ掛けていく、特に左払いはね、ちょっとここでスピードを緩めて太くしてからまた行くんでね、ここ難しいとこですけどね、結構下から上がってきてグッと引っ掛ける、こういう線ね、覚えるといいですね。楷書はもうこのままこう行ってこう行くから、ここのところばっかり、筆の腹ばっかりで書くようになりますよね、こうやってね。そうじゃなくて、行書の場合は下から引っ掛けて、いろんな面を、筆のいろんな面を使って書くと、この筆が立体的な感じに動いて、より深い線が出ますのでね、そういうようなところをね、今日は意識して書いていただけるといいかと思います。はい、またちょっとこっちをずらして軽く折ってくださいね。それじゃあ悲しいからいきますよ。はい、書き順も気をつけてくださいね、ここね、ポンポンと言ってグッとゆっくり溜め込んでからこういきましょう。はい、ちゃんと言って、心は少しぺったんこにくっつけて、ポンポンと言ってください。はい、次はこの字グッとここですね。はい、ゆっくりと溜め込んで遠く行ってこっちに行きましょう。で、はい、次のこっていう字、ここもそうですね、引っ掛けてますね、こうグッと引っ掛けて、これがちょっと難しいとこですけど、これはマスターしたいですね。ここゆっくり抜きましょうね。そして列、はい、よいしょと、ここもそうですね、このあとグッと溜め込んで筆を起こしてきて、ちょっと力を抜いて、最後も止まるような抜くような感じがいいですね。はい、そして上、よいしょ、ちょんちょんときて、ここも軽く抜いてください。時はこうね、こういうのもキュッキュッって入る、こういうね、書き方もよく使いますから、行書でね、こういうのもマスターするといいでしょうね。はい、ここもそうですね、はい、よいしょ、はい、できました。そして空いてるところへ、はい、どうでしょうかね。こういうね、逆筆、逆からグッと入って腕を起こして返してくる、グッと起こして返してくる、これ難しいですけど、これね、部分練習何度もして、こういうところをね、マスターするとより深く乱定の序を学べるかと思います。はい。